アイテム番号 SCP-141-JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-141-JP の存在する集合住宅は接収封鎖されています。警備職員を2名常駐させ敷地内への立ち入りを防止してください。 SCP-141-JP は収容サイト8120の管理下に置かれ、すべての実験は収容サイト8120の担当研究員に許可を得てください。101号室は施錠され、鍵は担当研究員が管理しています。許可なく101号室への侵入を試みた者は処分の対象となります。説明。 SCP-141-JP は 1.6×1.6×2m の浴室で、県、市に所在する集合住宅、データ削除の101号室に存在します。SCP-141-JP は玄関からすぐ左の扉内部にあります。この扉を開けると、化粧台のある脱衣所があり、その右手に浴室の扉があります。扉は曇りガラスになっており、SCP-141-JP 内部をある程度観察することができます。SCP-141-JP は1900年月日に発生したデータ削除の捜査中、当局の捜査員4名がデータ削除により発見されました。SCP-141-JP を含め101号室内部は非常に暗く、平均して 0.0 ボールクス程度です。これは月のない星明かりのみの夜程度の照度です。外部から101号室を覗くと黒く薄い霧がかかったように見えます。非中、窓や扉周辺は600から1000ルクス程度の明るさですが、そこから1メートルで光は急速に減衰し内部を照らし出すことはありません。また、内部に持ち込んだ光源はすべて何らかの理由で使用できなくなります。入り口から3万ルクス高照度照明で照らしても内部の明るさは変わりませんでした。101号室内は1900年月日以来当時のままとなっており、当時の居住者の家具がそのままになっています。SCP-141-JP は一般的なユニットバスで、こちらもデータ削除までは居住者に通常通り使用されており、洗剤などはそのまま放置されています。しかし、1900年月日以降一切使用されていないにもかかわらず室内は常に濡れています。また、浴槽には常に水が張られ、収容以来、水位と水質に変化はありません。SCP-141-JP に人間が入室すると、勢いよく扉が閉まり入室した被験者は閉じ込められます。扉には少なくとも20キロニュートン以上の力がかかるため、閉鎖を防ぐことは困難です。SCP-141-JP を構成する建材に強度や剛性の変化はないため、閉鎖のたびに少しずつ扉と扉フレームが破損し続けていることが分かっています。障害物を用いた閉鎖の妨害は、建材のさらなる破損を招くため禁止されています。閉鎖後、SCP-141-JP 内部側の扉前に、人型の実体が下から立ち上がるように現れます。扉の曇りガラス越しの観察では、この実体は裸の女性のように見え、およそ160センチメートルの身長で髪は短く、ひどく痩せています。SCP-141-JP が閉鎖すると、不明な理由で信号が途絶するため、実体のカメラによる撮影は不可能です。被験者はこの実体を認識及び接触できず、気づく様子はありません。代わりにこの実体の出現と同時に強い腐敗臭を報告します。さらにこの時、鏡の下に札があることに気づきその札を中止します。この札は扉開放時には存在しません。実体はゆっくりと被験者に近づき、後ろから被験者の胴部に抱きつくように腕を回すと、被験者を扉の反対方向へ連れ去りそのまま消失します。その際の加速度はおよそ60メートル毎秒毎秒に達すると見られています。また、その方向には明らかに SCP-141-JP の壁と鏡しかなく、被験者がどこへ連れ去られるかは不明です。連れ去りの数分後に扉は開きます。
実験記録14日03、日付2000年月日、対象 SCP-141JP B-68717、 実施方法 B-68717 を目がある程度慣れるまで101号室内で待機させ、 SCP-141JP に入室させる。 B-68717 にはハーネス、無線機及び無線カメラを装備させた。ハーネスには切断荷重約4トンの 9mm 系ワイヤーロープが固定され、端は SCP-141JP 前に設置された巻き取り装置につながれている。また、SCP-141JP 前にはカメラも設置され、101号室外部に待機する観察班が監視する。映像記録。で、風呂場に入るだけ？先生、いかついもんつけられたから。俺てっきり崖から突き落とされんのかと。黙ってひび通り動け、B-68717。だよ。勢いよく扉の閉まる音。B-68717 の短い叫び声。おい、閉まったぞ。閉じ込め。クソ。ワイヤーが挟まって動けない。どうにかしてくれ。この時、実体が出現したのが扉の曇りガラス越しに観察される。同時に、無線機と無線カメラの信号が途絶えた。以降肉声によるやりとりになる。おい、聞いてんのか？無線機が故障した。そこから大声で周囲の状況を述べろ。何がある？え、あ、普通の風呂場だよ。洗剤とからの石鹸入れ。桶がある。実体が B-68717に近づく。あと閉まった途端になんか腐った肉みたいな匂いがし始めた。早く出してくれ。ワイヤーが邪魔だ。クソ。あと椅子が床に。実体が B-68717の目の前へ到達。あるな。暗くてよく見えないけど。あ、鏡の下に。実体が鏡込んだ B-68717にゆっくりと手を伸ばす。なんか貼ってある。厚紙みたいな。何か書い。実体が B-68717にしがみつく。ってあるけど滲んでてよく。激しい破断音。B-68717変儀をしろ。B-68717。ダメか。実験終了。録音終了。結果、B-68717は道具をつかまれ、猛烈な力で引かれたが、ワイヤーロープとハーネスで腰が固定されていたため、データ削除。扉は約6分後に開いた。残っていた B-68717の遺体は、データ削除。実験記録14日1位、日付2002年月日、対象 SCP-141JP B-69204、 実施方法 SCP-141JP 閉鎖時の内部状況観察を容易にするため、曇りガラスを透明な強化アクリル材に交換した上で B-69204 を入室させる。結果、データ削除。追記。本実験で激しく破損した扉は撤去され、鋼鉄製の扉が設置されました。また、任の人員喪失の責めを問われ、SCP-141JP 研究主任の、博士はクリアランス降格及び移動処分となりました。なお、現在の SCP-141JP 研究主任は、博士です。